デオダイアリー December 7th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamemet City, Japan。 ビデオ日誌2021年12月7日林浩司です。こんにちは。今日はですね、何本か内容的には大変新しい動画をですね、発行させていただきました。で、その中の一つということなんですけども、これはビデオダイアリーの方では一度話したことがあるんですけどもね、あの壁、まあ、英語ではエンクロージャー、囲い込みというわけですけども、壁には2つの意味があるということなんですよね。まあ、一つは外敵から、例えば外から襲ってくる敵からですね、その塀の中の人々、 When we say 住居 enclosure that is、まあ、そういう目的とする塀もあるわけです。 walls, 一方ですね、刑務所、 two meanings, 拘置所の壁のようにですね、 simply, 中にいる人が外に出られないようにする壁、 one is enclosure もあるわけです。囲い込みもあるわけです。そこでね、メソポタミアのあの都市国家の壁はどちらかというとなんですよね。今ちょうどご覧いただいたんですけども、まあ、これはみんな復元図ですけどもね、奇妙なことに気がつくんですよね。As we know, その壁の外というのは every city state 住居らしい住居はないんですよね。was surrounded by walls. Then これはあくまで復元図ですけどね。If がしかし it was an 塀の中はきちんとした、まあ、都市になっているというわけです。In a war.Of course, 外敵を守るために兵があるということなんですね。ところがおかしいんですよね。もともと国家というのはそれぞれの神がですね、君臨して、そしてまあ、例えば人間もね、奴隷として使って、まあ、そこの outside world で好き勝手なことをすると、let them go, これは都市国家の基本的な姿ということになるわけですよね。situations, and this earth will be corrupted, 外敵というのはあるのかななんて考えちゃうんですよね。もともと神の領地ですから、まあ、外的に会うということ自体がありえないということですよね。This, それはまず気がついたということ。それから塀の外にはほとんど人は、まあ、何かの、ね、仕事をする仕事をするために例えば畑作をする人の一つの農作業をするためには人々は外に出は外に出たは出ては出てはいたんでしょうけども、そのヒューマンワールド、いわゆる都市、都市、eventually, 塀の中のね、ヒューマンワールドとはもう正反対にまあ、そのどの、まあ、復元さですね、野原野原って感じなんですね。Even wars between humans and super rats。私はメソポタミアのあの都市国家というのは、つまりはあのディスク、いわゆるエンクロージャーですね、囲い込みは中にいる人を外に出さないためだというふうに判断しました。Modified to be intellectual by God。先ほど言いましたように、人間をその塀の中の人間というのは、DNA that controls the intellectual abilities of the gods、まあ、つまりやってはいけないことをして、まあ、してできた、まあ、生命体ということになるわけです。まあ、それは今現在今も、今でもそうですけどもね、例えばネズミ、ラットをですね、捕まえてきた、そのラットに遺伝子を、まあ、人間が持っている遺伝子のようなものをですね、so, まあ、遺伝子ですね、DNA を組み込んだらどうなるかということなんですよね。当然そのネズミは、知能的には人間並みの頭の良さを持つようになるわけです。そんなことしたらですね、まあ、例えば今メソポタミアそのようなことをですね、私の家でやったとしたらですね、大変なことになるんですよね。まあ、その1世代2世代ぐらいでしたらね、それほど増えないし、まあ、そこそこに別途的に勝ってですね、仲良くなれるということもあるんですけども、そうしたそのネズミがですね、ひとたび、まあ、人間の手を離れて、まあ、自分で勝手に進むようになったとしたら、おそらくもう100年も経たないうちに、もう地球環境はめちゃめちゃになってしまうだろうと思いますね。まあ、その一例として今このスーパーラットの、まあ、その画像を見ていただいてますけれども、もしネズミにですよ、このような、まあまあ、このようなと言いますか、人間が持っているような人間のつまり遺伝子 DNA の部分をカットしてですね、という時には埋め込んだらどうなるかっていう意味があります。大変なことになりますから、分かりやすく言えば、してはいけないわけです。壁ですから、ということになりますが、ね、メソポタミアの都市国家の、その壁には2つの、まあね、意味があります。人間の一つは、いわゆる奴隷としての労力は必要だと。外部からの敵の侵入を防ぐ、まあ、人間を飼っているわけですけども、人間を飼っている場所は限定され、まあ、それ以外の場所では外に逃さない、ということになるわけですね。もちろんあの原始的な、ねまあ、モディファイ、いわゆる改良されていない、メソポタミアの遺伝子を組み込まれていない、
どの都市も周囲は壁によって取り囲まれていました。全世界にね、しかしもちろんそういう人間はそういう人間、つまり、まあ、チンパンジーゴリラに少しね毛が生えた程度の人間というのはいただろうと思いますが、しかし神がですね手を加えた、つまりその逃がしたら人間というのはですね、それこそこれは外に出していけない事態を招き、この地球は混乱状態に食料もあったでしょうけども、そういうものにまあ使うとするならばそれはそれでいいんだけども、それが分からなければ、それ以外には知的能力を司る塀の外には出さない、それは私たちがですねスーパーラットを作った場合を考えてみればいいわけですよね。実験室の中、あるいはさらに檻の中、籠の中に入れていく間は問題ないと。しかしこの人間世界はそこを出たらどうなるでしょうか。それはダメだということですよね。そのダメだという部分をまあ、かいくぐってですね、人間は塀の外に出 て、まあ、今に見る私たちに人間になったというわけです。戦争すら知的遺伝子を持った DNA を持ったラットはですね、要するに優性遺伝子というわけです。人間はですからそのネズミがですね、人種改良されました。いいネズミがですね、人間に野原で出会ったね、神々の持つ原始的なネズミと知的能力を司る、ね、できた子供というのは組み込まれたというわけで す、わけですよ、ね、だから神々は、まあ、外に出したら大変だということなんですよね。それぞれの都市国家に君臨しながらも考えたか、人間を最初に、ね、外の世界に出すことがそのようにできなかったというわけです。もちろんメソポタミアの都市国家がですね、今から4000年ほど前に原始的な人間はいたでしょう。その核攻撃を受けて破壊されるんですよね。壁の外にそのまあその時のかもしれません。それを考えてみますかね。それどうして人間メソポタミアの都市国家ということになります。だから神々は地球を去るとき、優しいその都市国家を破壊しました。いろんな方法があると思うんですけども、いきなり都市を核兵器で破壊したのではありません。どういうことなんだ。そこに住む人間がかわいそうじゃないか、危険な生命体、なんていうことをするんだって、まあ、私は人間の側に立ってますから人間を皆殺しにするために都市を破壊しました。それがそういうふうに思ったわけですよね。でもう一つはあの核攻撃で壊されたのは何かというと、いわゆる都市国家の建物なんですよね。建物、じゃあ神かというと神じゃないんですね。それぞれの都市国家には神殿があってそこに神が住んでいたわけですけども、一般的にはその神自身は誰も死んでないんですよね。壁は、まあ、いろんなね外敵から草木型に書かれた文章を見てもそれはないわけです。破壊されたのは都市国家を守るために作られたと説明されています。都市なんか壊したって意味ないわけですよね。説明されています。まあ、レンガとね土で土でできたようなところをなんで核兵器なんか使うんだろうというふうに思うわけで、そこで考えついたりですかね、思いが当たったのが、つまりはこの今から4000年ほど前にですね、メソポタミアの都市国家の外壁、まあ、あの方たちが地球を去る時に何を目的として都市国家に住むというと、つまりは人間を抹殺するためだったというふうに、まあ、結論を付けたわけです。そうするといろいろな謎が解けていくわけですよね。なぜ核兵器を使ったのか、証拠があります。まあ、なぜその都市国家が破壊されたのか、なぜ、ね、人間が殺されたのかという謎が、まあ、次々と解けていくわけです。ですね、つまり人間を抹殺するのが目的だったということですよね。それからその証拠にされていましたよね。それぞれ神自身は何もね、痛くもかゆくもないと言いますか、神が他の間どこか他にいいわけですからね。ですから、ですから、まあ、神を目的として、まあ、例えばね、外敵遠近な遠流側を攻撃するためにそのということではなかったと思うんですよね。まあ、要するに神は神で横に置いておいて、つまり囲いエンクロージャーの中に住んでいる人間を抹殺するためにそのようなことをしたというふうに、まあ、考えが及んだわけです。となるとですね、考えが及んだってことは、それをどういうふうに証明していくかということなんですけども、先ほど言いましたようにエンクロージャーの外には生活臭が全くないんですよね。それから二つ目にはやっぱりこの神々の都市国家ですから、外敵が来るなんてことはありえないわけですよね。神々はもう神の力、知っていたということになります。つまりメソポタミアの使えばですね、あの都市国家の壁は、まあ、その内部に住む人間たちを外に出さないために、だからなぜそんな時に建造された、まあ、人間を残しておいて、その私林博士は考えています。都市を破壊したか、ね、人間はあくまでも頭のいい、まあ、神の人間に対するスタンスと言いますかね、その向こうにいわゆるなんて言いますか、そういう前提で考えると、してはならないことは神はしたんだという意味でのね、メソポタミアの都市国家に、まあ、私なりの反発心があったわけです。謎がなんでそんなひどいことするんだろうということですね。解けていきます。しかし考えてみれば、まあ、スーパーラットの例をね挙げるまでもなく、まあ、つまり人間というものを外に出してはダメだというふうに考えて、まあ、要するに人間というのはそういう生命体であったということになるわけですよね。
でもう一つの動画は今ご覧いただいてますけれども、これはあの大変興味深い面白い動画だと思うんですけども、ミケランジェロの右下にね、小さくこのような右のような絵が描いてあるわけです。本当に目立たないと言いますかね、なんでこんなところにこんな絵があるんだろうと思うぐらい、まあ、小さな絵が描いてあるわけです。あの中世の絵というのは面白いんですよね。癖が出るんですよね。右下あるいは左下の角にですね、最も重要な人物を描く、まあ、って言いますかね、無意識のうちにそういうその描き方になっているんだろうと思うんですけども、例えばいわゆる自画像的にね、その芸術家の自分の像をですね、右端あるいは左端の下に描くというのが、まあ、往々にしてなされていたわけです。まあ、だからといってこの右下に、まあ、小さく描かれているからこれが重要だということにもなりますには結論付けられませんけれども、しかし逆に考えますとね、どうしてこんなところにこんな絵があるのだろうということを考えていくとですね、やはりこの部分が重要だったからというふうにも考えられるわけです。実際この最後の審判という絵の中のこの部分というのは大変重要な意味を持っているんですよね。この小さな窓といいますか、中にですね、まあ、いわゆるまあ奇妙なね、赤茶色、だいだい色の空が広がった世界が描かれているわけです。手前からですね、何かしら草に巻かれた人物が描かれている、まあ、これはプロメテウスですよね。それからあの角がね、2つ出ているわけです。これは竜ですよね。あの、まあ、いわゆるマルドックということになるわけです。まあ、あの山羊とかって、ヤギとか、ごめん、ヤギとかって言われてますけど、ヤギじゃなくて、やっぱりこれはあの竜ですね、マルドックですね。それからその向こうに、実は、自由の像が描かれているということですね。ここがまあ疑問なんですよね。1500年代から自由の像ができるまでにね、200年近くあるわけですから、どうしてこんな像がですね、あの300年か、そんなもんですね、できるわけですけども、どうしてこんな 像がね、ここに描かれているかということになりますと、まあ、こうした絵を描いた人はですね、つまり時空の旅人であったというふうに私は考えています。過去未来をですね、自由に行き来することができて、まあ、このような絵を描き残したということになりますとね、じゃあこの絵は何かということになってくるわけですけども、この絵と、色使いがですね、全く同じ空を描いた絵がアントニオ・カンピの The Secret of the Passion of Jesus Christ という絵があるんですね。イエス・キリストの劇場の秘密という絵なんですけどもね。で、その絵を見ると太陽が2つあることがわかるわけです。いわゆるアントニオ・カンピのね、で一つは左の方に、まあ、この色使いと同じ空が描かれている。でもう一つはですね、左上の上方から右下下方に太陽光線があるな、走ってるんですね。それはあの影を見れば分かりますからね。つまり太陽が2つあるわけですよ。で2つの太陽、これはまああのノストラダムスの、ね、予言書にも出てきますけれども、人間がハルマゲドンを迎えるときには2つの太陽がありますよということを、まあ、暗示しているのかなとも考えられますけれども、その絵はですね、大変興味深いことに言ってますか、重要な意味を持つわけですけれども、右上にですね、木星のその、まあ、その人間には見る、その当時のですよ、人間には狩猟師もなかった木星の、まあ、絵が描かれているわけです。まあ、木星のあのしましまがね、もうそれも今日の動画の中で皆さんにご覧いただけるようにしましたけども、そこに木星が描かれていること自体がありえないことなんですよね。と同時にもう一つありえない絵があってありましたよね。ダヴィンチの描いたあのモナリザの絵の背景、あの絵の背景には火星の大地のパノラマ風景が描かれているということを私は発見しました。つまりここでですね、重要な絵が2枚出てくるわけです。ダヴィンチの描いたモナリザと、それからアントニオ・カンピの描いた木星ですよね。火星と木星とこう惑星が描いてあるというところでコンセプトが一致するわけですけども、それくらい重要な絵なんですよね。あの、イエス・キリストの劇場の秘密という、まあ、あの絵をですね、その中に左の脇にですね、その絵の左隅にですね、いわゆるハルマゲドンの絵が、いわゆる太陽らしきものが描かれている。それは現在の核実験で、まあ、その撮られる写真のまあ、色使い、まあ、雰囲気に似ているというふうにつながっていくわけです。つまりそのカンピの絵は無視できない重要な神からのメッセージを織り込んだ絵ということになるのではないでしょうか。という視点で見ていくとですね、いわゆるまあそのカンピの絵の中に描かれているのはあれはアルマゲドンだとなりますと、その色使いと同じ、今ちょうど、ね、中央に来ましたけれども、ミケランジェロの描いたその最後の審判の絵の中に描かれている風景はこれは何かということになるわけですよね。今ちょうど左はこれギリシャ彫刻ではないんですけどもね、一般に絵や延期プロメテウスはこのように太い鎖で巻かれてですね、それから、ロシアのねエルブラスさん、私は、ね、エブラストと呼んでたんですけども、カタカナ表記見ますとエルブルスさんになってますね。でも英語ではエルブラス
エルブラスって言ってますからね、あの発音確かめたんですけども、エルブルスとは言ってない、エルブラスとも言ってない、その中間っぽい音でね、エルブラスって言ってますから、まあどうしてもいいんですけども、エルブラスさんにまあその鎖を巻かれて縁起が放たれて、いわゆるまああの王から罰を受けるわけですよね。人間を改造した罪によってですね、毎日毎日わしに体をついばまれるという、まあものすごく痛いらしいですね、痛いですね、腸をいじると痛いですね、まあ、そういうそのことをまあ表しているわけです。鎖ですね。それから角がありますからヤギ、まあ、ヤギじゃなくてですね、実は竜神なんですけどもね。そしてその向こうに、自由の女神像の像がですね、やや傾いて、そして絵の背景に、まあ、こう今ちょうど見ていただいてますけど、左はですね、これはあのアントニオ・カンピの描いたイエス・キリストの劇場の秘密の中に描かれている空です。でこれはどうして2つの光線があるかといいますと、その手前に岩がありますね。で向こうが太陽であったらね、岩にはこのような半分だけ明るくなるようなあの影はできないんですよね。見てください、岩には岩を、あの下に描かれている岩を見てくださいね。その岩の向かって左側の方が半分明るいですね。つまり太陽光線は 2方向から来ているということです。ここだけ見ても分かりますよね。でこれはそのまさに核爆発をしているでできた雲ってこと、キノコ雲ってことになるわけですけどもね、今から500年前のミケランジェロが狩猟師もなかった、まあ、色使いであり枝ということになってくるわけです。これはまあカンピの絵ですけどもね、まあミケランジェロは全く同じ色を使いで描いているわけです。つまりですね、あの最後の審判という絵はですね、最後の審判ではなくてですね、おそらくミケランジェロもそんなこと知らないままですね、まあうろ覚えって言いますか、浅い知識だけで判断したんだろうと思いますけども、あれは最後の審判ではなくてですね、つまりはハルマゲドンの枝ということになるわけです。まあ、つまり最後の審判はもうすでに旧約聖書の時代になされているわけですよね。で実際ノアの箱舟にまあ示されるように大洪水も起きてますしね、紀元前2000年頃にはですね、核兵器によって、メソポタミアの各都市が攻撃されてますからね。つまりもう人間なんか抹殺しちゃえという考え方が神の基本的な考え方であったということなんです。で最後の審判ではないんですよね。またそのこの絵に描かれている人物は、人物というか最後の審判の中に描かれている人物はですね、キリストなんですね。77という数字が下に書き込まれてますから、キリストというのはカインですからね。あのカシの戦いの775027を手がかりにね、解釈するとキリストは聖書でいうところのカインとなりますから、カインなんですよね。カインが最後の審判などするはずがないわけです。というのは人類を、まあ最後の審判ということは一人一人に対する審判ではなくてですね、人類全体の審判ということですからね。しかも一回こっきりですからね。ですからまあ旧約聖書の時代に終わっていて何度も実行されたということです。しかしまあもう少し待ってやろうと、モラトリアム猶予してあげようということで2000年間今待ってもらっているような状況ではないでしょうか。しかしね、どうだったんだろうというまあ総決算の時期がそろそろ近づいてきているということですね。つまり、まあ、考えるだけに恐ろしいことですけども、その最後の審判はもう下っていると。しかしまあ2000年待ってやろうと、まあ、好き勝手なことをしなさいと。その間に君たち人間がそれにふさわしい生命体であるならば OK だけども、そうでなければということになってくると、まあね、ちょっと恐ろしい話へとつながっていきますけども、まあ、要するに最後の審判ではなくて、あれはまさにハルマゲドンの様子を描いた絵だということですね。まあ、最後の審判という意味でね、最もらしい解釈がもうごまんと出てますから、まあ、皆さんご覧になってください。よくもまあここまでこじつけられるものだなというような作文がですね、まあ、どこのサイトを調べてもずらずら出てきますからね。つまり最後の審判ではなくて、あの絵はハルマゲドンの様子、いわゆる人間がですね、もう最後の最後にもう全て滅ぼされるという時を描いたものだということですね。それを象徴的に表したのが右下のその先言ったその隅の部分ということになるわけです。まあ、ミケランジェロの描いた絵にしてもダ・ヴィンチの描いた絵にしてもですね、神がまあその人間に与えた時にですね、神はいちいち説明しませんのでね、ミケランジェロ君これはね最後のいやハルマゲドンの絵なんだよ、分かったかねっていうふうにね言ってくださればね、まあ、ミケランジェロも納得したんですけども、そういった説明って何もなかったみたいですね。ですからまあミケランジェロはある程度教養もあり素養もあり聖書に対する知識もあったもんですから、それほどなんて言いますか枠を外れた解釈というのはないわけですけどもね。例えばあのモーゼ像にしてもあれはモーゼの姿じゃないんですよね。モーゼ像と言われてはあのモーゼ像はモーゼは神なんですね。つまりモーゼに10回の石板を渡している神の姿を描いたものであって、
まあ、神がですねモーゼというまあ人間などを彫刻するはずがないわけです、まあ、神をそういわゆる彫刻したわけですね。つまりミケランジェロもそこまで知らないもんですから10階の石板持ってるからはあモーゼだーって言ってモーゼ像という名前につけたということになるわけですね。あのダビデ像にしてもそうですよね。いわゆる陶石陶石帯を持っているものですから、まあ、単純にダビデだダビデだと言ってますけども、いわゆる陶石帯に見せかけたすなわち十二球図の帯を肩に担いだ私は、まあ、神の中の神アイオンだと思っています。イオンとも言いますけどもね、アイオンだと思っていますというようにして、まあ、そのまあある程度はあってはいるんだけども、どっか枠が外れているということですね。間違っているということではっきり言えば、しかしダヴィンチの作品っていうのはもうめちゃくちゃですからね。人間ダヴィンチがどうしてこういうめちゃくちゃな解釈をしたということになってきますと、あの私神と人間の間をうごめいていた、まあ、ダヴィンチと言われていた人物って何人もいただろうと思うんですけども、まあ、めちゃくちゃな解釈を付け加えて、そしてまあ人間に残したということですよね。例えば一番わかりやすい例で言いますと、最後の晩餐亭がありますね。イエスとベタネのマルの結婚式を表現したもんですけども、あれを最後の晩餐と、まあ、言ってしまったんですよね。要するにあれは最後の晩餐ではなくて、つまりシャマーシュエスとベタネのマリアの婚礼式を表現したものであることを私は発見し皆さんに証明してみせました。まあ、要するにミケランジェロもダヴィンチもめちゃくちゃだったということですよ。まあ、その中でその最後の審判の話に戻りますけども、最後の審判ではなくてあれはハルマゲドンの様子を描いたものだということになってきますと、右下の絵は何かということになってくるわけですよね。つまりその後アメリカのね、に送られたフランスからね、フリーメイソンから送られたその自由の像がどうしてあそこに書き込んであるかということにもなるわけです。まあ、見方によってはひょっとしたらミゾラだとかね、まあ、いろんな解釈もできますけども、まあ、しかしね、空が夕焼け色に染まっている空恐ろしい核爆発の様子ということになってきますと、過去ではなくてこれから起こりうる未来ということになりますからね。ですからその動画のタイトルは時空を超えた芸術家っていうようなタイトルつけましたけどもね、要するに時空を超えてるんですね。未来行ったり過去行ったり過去行ったり未来行って、そして人間にメッセージというよりは警告を与えているという動画をここで発表させていただきました。まあ、今結論的な部分に来てますけども、左がですね、これがあのミケランジェロのシスティナ礼拝堂の、最後の審判と題された絵の右下に描いてある絵です。でその遠くにこの左上の黄色い丸を見てくださいね。私これどう見ても自由の像、すなわち中央のね自由の像にしか見えないんです。そしてそこのヤギってヤギって竜の角が2本出てますね。まあ、これはバホメットということになるわけです。でこれはまあ暗示的にね、その手前の人物がバホメットであるというふうにもまあ表現してあるとも解釈できますがね。でこれがあの最後の審判と題されているんですけども、これは最後の審判ではなくて、繰り返しますけどもハルマゲドンの絵です。ですからまあ、キテルトの説明によるとですね、人間が時計回りに下から上がって死者を蘇らせて、善人は天国に悪人は地獄を落としている絵だなんてね、どこ見たってぐるぐる回っているように見えないんですね、私にはね。まあいいんですけども、まあ、そのような説が一般的に流布しているということです。まあ、そういうことで今日はですね、まあ、ある3本になりますね。面白いな、私がね自分で面白いなと思っているのは、まあ、大変失礼かもしれませんけども、まあぜひね皆さん見ていただきたいなと思う動画がですね、今日は3本挙げられたもんですから、何かしらね仕事の充実感といいますかありますけどもね。で今日はですね、最初に、挙げた作品を今ご覧いただいているのを、じゃあこの後につなげておきますね。いわゆる神から、いわゆる時空を超えた神がですね、人間に与えたメッセージ、つまりアルマゲドンについてのメッセージというよりはアルマゲドについての警告ということになるわけです。まあ、人間もですね、あんまりしっかりなことやってると、まあ、手に負えないなというふうに判断されてしまう可能性があるわけですよね。それは冒頭でお見せしました、まあね、いつも猿なんてね、私言うもんですから、まあ、猿はねちょっと今日はやめましてね、ネズミにしました。スーパーラット、まあ、神々の目から見ればですね、手に負えないスーパーラットにしか人間は見ないんじゃないのかなというふうに今は思っています。これじゃあね、スーパーラットであるとですよ、これじゃあね、こんな生命体いくら頭よくたってね、宇宙へ解き放つことはできませんからね。神自身の世界が脅かされてしまいますからね。じゃあどうするかということで、まあ、ハルマゲドンへとつながっていきますけども、なんとしてもね、私たちは自らの人間の努力によってですね、ハルマゲドンを避けるということですね。
ついでに言いますと、あの神が人間を抹殺するときには、あの長々とじくじくとはやらないと思いますよ。それはあの神の、神がの人間に対する最後の優しさではないかと思います。まあ、おそらく瞬間瞬時に、まあ、始まって瞬時に私たち人間は全滅するという、まあ、そういう方法で神は選択すると思いますね。だって人間を苦しめるのは目的じゃありませんからね。つまり、まあ、神の目から見て失敗作である人間、まあ、神の目から見てですよ、スーパーラット的な存在である、まあ、人間を見てですね、これじゃまずいよっていうふうに、まあ、神が判断するということは十分考えられますし、そうならないように私たち人間は 今こそですね、選択の時と考えて、つまり努力して次のステージ、自分自身を上げていかねばならないんじゃないかと思います。出ないと、出ないとということは、まあ、私には分かりませんけども、まあ、人間にとって暗い未来になってしまう可能性もあるということですね。全体にですよ、日本人とかね、そこらの人とか、そういうことではなくて、もう人間全体、全体です。北極から南極まで瞬時ですね。おそらくそう思ってます。そんなことならないように、私たちは私たちでね、素晴らしさを強調して、そして素晴らしさをさらに伸ばしていくということではないでしょうか。ということで、今日のビデオダイアリーこれで終わります。最後にちょっとね、あのネズミの写真をちょっと載せておきますね。まあ、はい、私たちは人間はね、地球に住むスーパーラットであるということなんですね。これ見たときに自分でもね、あ、なるほどそうだなんだってね、変にね納得しましたので、まあ、ちょっと見てください。その後今ご覧いただいている動画をつなげておきます。ではここで失礼します。バイ。
The painting entitled The Last Judgment in Capella Sistina does not depict the scene of the Last Judgment. The painting depicts the Last Armageddon of mankind. The proof is in the strange landscape drawn in the lower right. Please take a closer look at that part. In that part, Prometheus, Baphomet, and the Statue of Liberty now in USA are drawn against the background of the sky of nuclear war. The scene of the nuclear war matches the scene which is painted in the Secret of the Passion of Jesus Christ, drawn by Antonio Campi. Why is such a scene drawn in such a place? Furthermore, in it, we can recognize pictures of Prometheus, Baphomet, and the Statue of Liberty that was unknown in Michelangelo's time. Simply put, the artist who painted this painting was an artist who transcended time and space, and through the painting entitled The Last Judgment, he had left a serious message to us, or a serious warning to us humans. Isn't it time for us humans to take this message seriously? カペラ・システィーナの壁画の最後の審判と題された絵画は最後の審判の様子を描いたものではありません。その絵は人類の最後のアルマゲドンを描いたものです。その証拠が右下に描かれた奇妙な風景です。どうかその部分を注意深くご覧ください。その部分には核戦争の様子を背景にプロメテウスとバフォメット、それに自由の像が描かれています。核戦争の様子はアントニオ・カンピの描いたイエス・キリストの劇場の秘密の様子と一致します。なぜこんなところにこんな風景が描かれているのでしょうか。さらに言えばミケランジェロの時代には知る由もなかったプロメテウスとバフォメット、それに自由の像がなぜこんなところに描かれているのでしょうか。簡単に言えばこの絵を描いたその芸術家は時空を超えた芸術家だったということです。そしてその最後の審判と題された絵を通してその芸術家は私たち人間に重大かつ深刻なメッセージ、つまり警告を残したということになります。私たち人間はこのメッセージを今こそ真剣に受け止めるべき時ではないでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。
そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。がそう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。I always felt like I'm not from this generation, I just live in it. Because the way my mindset differs from the majority, you would think I come from a different dimension. That's why I keep things to myself, because a lot of people just won't understand me. Keanu Reeves。キアヌ・リーブズはこう書いています。私はいつも今私が住んでいるこの世界からやってきたのではないような気がします。なぜなら私の心は大多数の人たちとは異なっているからです。だから私は物事を私の中に留めておこうと考えているのです。なぜならたくさんの人は私を理解することはないだろうからですと。たくさんの画家たちが異次元へのドアウェイを自分の絵の中に描き込んできました。パブロ・ピカソはゲルニカの中に、アントニオ・キャンピはキリストという絵の中に、そしてミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁画の中に描いてきました。大変興味深いことは、これらの画家たちはイエス・キリストがいるこの世界とは別の異次元の世界をその向こうに描いていたということです。パブロ・ピカソのゲルニカの中の
松明を持った神に注意してください。そしてミケランジェロのやはり絵の中には光線を放つ神が描かれています。アントニオ・キャンピの絵の中に描かれている神もイエス・キリストとは別の神ということになります。題して異次元に続く三つのドアです。第3話はミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の壁画です。When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding,No more falsehoods or delusions. Golden living dreams or visions. Mystic crystal revelation. And the minds to revelation. Aquarius! Aquarius! 月が第7級に入り、木星が火星と並ぶとき、平和が惑星を導き、愛が星々を包むだろう。その時こそが水亀座の時代。そう、まさに水亀座の時代。調和と理解、憐れみと信頼。そこには偽りもあざけりもない。神秘的でクリスタルな神の啓示。そして心は真に解放される。水亀座の時代、そう、まさに水亀座の時代。カペラ・システィーナの壁画にこんな奇妙なものが描かれています。右下に注意してください。一見すると何か松明のような火が燃えているように見えますが、私林浩司はこれは異次元に開いた穴と理解しました。そうです、異次元に開いた穴ということになります。その穴の向こうには何やら人物らしき人が立っています。頭に注意してください。この人物の頭に注意してください。何やら光線のようなものが伸びています。そうです、その光線はアメリカの自由の像の光線と酷似しています。つまりここに描かれているのはプロメテウス、エア、延期ということになります。その証拠にこの赤い丸で囲んだ部分に注意してください。これは鎖に巻かれたプロメテウスを表していると私林浩司は解釈しました。右がそのプロメテウス像です。鎖に注意して比較してみてください。プロメテウスは人間に知恵を与えた罪により天界から追放され、堕天使として地上に落とされます。その鎖を表現したものと私は解釈しました。そしてこの水色の部分に注意してください。はっきりはしませんが、ここに
角のようなものが描かれています。そうです、ヤギの角です。そのヤギの角は言うまでもなくバフォメットのシンボルとなりました。つまりバフォメットイコールプロメテウス、そしてイエス・キリストへとその精神はつながっていきます。カペラ・システィーナのこの最後の審判の絵は、一人一人の人間に対する審判ではなく、人間、さらに言えば人類全体の審判を示す絵ということになります。つまり人類全体がアルマゲドンを通して審判されるということになります。それを現世の世界とするならば、その向こうに天の、そして平和と愛に満ちた人間の世界があると、1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通してその心を私たち人間に残したということになります。Wikipedia English writes that some Christian denominations consider the second coming of Christ to be the final and eternal judgment by God of the people in every nation, resulting in the glorification of some and the punishment of others. The concept is found in all the canonical Gospels, particularly the Gospel of Matthew.Christian futurists believe it will take place after the resurrection of the dead and second coming of Christ, while full preterists believe it has already occurred. キリスト教徒たちの中には次のように考えている人たちがいる。キリストが二度目に現れるときは、すべての国において神による人間の最終的かつ永遠の審判が下される時であると。そしてそれはある者たちにとっては栄光となるが、またある者たちにとっては罰となるものである。この考え方はすべての教会法による福音書、特にマタイの福音書の中に見られる。ヨハネの黙示録の予言が成就したと信じている人たちによれば、すでにそれは起こっていると説く人たちもいるが、キリスト教の未来学者たちによれば、死者の復活とキリストの第2回目の再来の時に起こるだろうということである。広瀬林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロ・ボナノティとアントニオ・カンピがほぼ同じ頃、
それぞれの絵画の中に最後の審判、そしてそれに続くハルマゲドンの様子を絵画の中に描き込んでいました。中央がミケランジェロ・バラノティの最後の審判、そしてハルマゲドン、そして右がアントニオ・カンピの最後の審判、そしてハルマゲドンということになります。が、これら2枚の絵は神による人間に対する計画なのでしょうか、それとも警告なのでしょうか。今日はそれについて考えてみたいと思います。検証を続けます。アントニオ・カンピはユダヤ教徒、もしくはイエズス会、もしくはフリーメイソン、あるいはイルミナティのメンバーであったと考えられます。ハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指をくっつけています。シグナム・マラーノ、つまり隠れユダヤ教徒のハンドサインです。
そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。がそう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。もう一つ別の考え方として、こうした最後の審判、そしてそれに続くハルマゲドンを、つまりは神の予言として捉える考え方ですが、神は予言などしません。神が口にする言葉は計画、つまりプロジェクト、あるいは警告ということになります。続いてファチマの第三の秘密について、こんな恐ろしい証言もあります。それを次に紹介します。World War the Third would begin in the Middle East in 1995with an invasion of Israel by a United Arab nation using conventional weapons, which would culminate in a nuclear holocaust in the year 1999. Between 1999 and 2003, most of the life on this planet would suffer horribly and die as a result. The return of Christ would occurIn the year 2011.20世紀初頭にはファティマの聖母事件が起こり、何万人もの目撃者が奇跡を見たことを証言した。その事件では以下のような予言が語られた。もし人類が邪悪から戻らず、キリストの足元にひれ伏さなかったなら、この惑星は自己崩壊し、目次録にある出来事が実際に起こるだろう。
世界平和の計画と1992年に始まる偽りの宗教を携えて世界統一を果たす一人の子供が誕生するだろう。1995年頃、彼は邪悪で実際は反キリストであると人々は見極めるようになるだろう。1993年に通常兵器を使用するアラブ連合国がイスラエルに侵攻して第三次世界大戦が中東に始まるだろう。その通常兵器は1999年に核のホロコーストへと最高潮に達するだろう。1999年と2003年の間にこの惑星上のほとんどの生命は致命的に損害を被り、その結果死に絶えるだろう。キリストの再来が2011年に起こるであろう。このファティマの預言事件が宇宙人によるものである疑惑があるとして調査を行った結果、アメリカ政府は預言が宇宙人によるものであると断定した。宇宙人たちはそれは真実であると証言した。宇宙人たちは異種混合、つまりハイブリダイゼーションを通じて人間を生み出し、宗教、悪魔主義、魔法、魔術やオカルトを通じて人間を操作してきたのだと説明した。さらに宇宙人たちはタイムトラベルができ、予言で語られた出来事が実際に起こるだろうと述べた。宇宙人たちはキリストの十字架の貼り付けを表すホログラムを見せ、それはフィルムに撮られた。彼らの証言が信頼できるかどうかは不明である。ウィリアム・ミルトン・クーパーによればですね、すでにハルマゲドンは起きていたということになりますが、現実に私はここにいて、あなたはそこにいます。つまりハルマゲドンは起きていないということになりますが、そこで私は神の計画説を重ね合わせ、ハルマゲドンは現在ペンディング中になっていると判断しています。ペンディング中です。それがどういう神の判断によるものかは私には分かりませんが、となると人間には希望がないのかということになりますが、希望がないわけではありません。ドクタースティーブン・ M ・グリアー博士は次のような証言を残しています。つまりそれが私たち人間の未来イコール希望ということになるのではないでしょうか。スティーブン・ M ・グリア、M.D. wrote in his book Unacknowledged as follows: As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass destruction,and to go out into space, free up weapon systems with a consciousness of universal peace. スティーブン・ M ・グリアー、MD は、自称、
アンアカナレジティの中で次のように述べています。私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にしてかつ最大に、皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って、宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。 War in space to replace war on earth is not evolution but cosmic madness. A world that's united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out of fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を置き換えるための、宇宙での戦争を進歩あるいは進化と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は、無知でバラバラになっている個人より立ちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て、宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たちが目指すべき運命である。そしてそれは、私たちがそれを選択するや否や、今すぐ私たちのものとなる。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into them. They mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth, and on two occasions they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S.
アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時、数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時、私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでしたが、これは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は
外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.で、結論ということになります。人間が恐れと無知から抜け出て、新人類として宇宙に飛び出す時代はすぐそこまでやってきています。それが人間が選択すべき運命ということになるのではないでしょうか。最後にもう一度、カナダ前国防大臣のホン・ポール・ヘレア氏の証言をお聞きください。私たちがなすべきことは、つまりは黄金律の確立ということになります。Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Hon Paul Heller, stated at the Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said, at least two of them are probably working with US government. I believe other speeches that I learned about were long ago, called Tall White. This is a story about it. Thank you.To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. Honor at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the Tall Whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, that is the golden rule.